はい、銀行の今後厳しいんじゃないですかね。あの銀行を使わなくても結局ある程度お金が集めることができるようになっちゃったので、そのオンラインサービスだとクラウドファンディング的なものだったりとかなので、その土地を買ってビルを買ってうんぬんっていう大きな投資が必要なものって逆に回収率悪いので、下手に銀行とかに縛られない方がいいよねみたいなので、そのなんかファンドとかの方に行っちゃったりするので、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。こんばんは。今後オンライン産業医というテレビ電話での医療相談などは普及していくと思いますか？思います。あの過疎地とかってもう医者が結局そこにいなくなっちゃうので、なのでオンラインでやらざるを得ないっていう状態に値を上げてなるんじゃないかと思います。あのただその医者側は嫌がると思うんですよね。落合陽一に自信を語らせると林にするよと発言していますが、その具体的根拠は何ですか？落合さんのね、あのね、2、3年前の動画とかでもいいんだけど、落合さんのね、老化の速度が速すぎる。絶対あの人睡眠不足のせいで老化が進んでるから、本当早死にしちゃうんで、あの要は何かの事象を語るなんてさ、落合さん以外もできるんだから、落合さんはそのきちんとした学業の方で成果を収めていただく方法で時間を使っていただいて、コメンテーターなんて誰でもできることは他の人にやらした方がいいと思いますよ。日本は貧富の格差が激しくなっていますが、テクノロジー IT は格差を広げているのでしょうか？広げていると思います。別にあのテクノロジーとか IT に限らず、頭がいい人の方が儲かるし、頭が悪い人は儲からないっていう至極当たり前の話なんですよ。でそのじゃあ頭がいい人ってテクノロジーとかも習熟するのが早いので、それは収入も多くなるよねっていう、それだけの話です。バカはどうしたら治りますか？自分の本心すらよくわからないレベルです。少なくとも自分がバカだという認識をしているだけで、世の中の多くのバカな人よりは頭がいい方だと思います。お落合陽一の話は分かりにくい。分かりやすくは話さないよねあの人。あの一定の知識と前提が分かってる上で話そうとするよね。生活保護がなくなるとしたらどう理由によってなくなると思いますか？多分ね、生活保護自体がなくなるのは憲法改正しないと無理なのでなくならないんですけど、生活保護の金額自体が減っていくっていうのになると思います。はい、というわけでちょっとあのビールがなくなったので次のビールを持ってきます。なので適当に休憩しててください。まあ、休憩しててくださいって言ってもね、別にあの見てる人が何か頑張ってるわけじゃないんで、休憩も何もねえよなっていう気がするんですけどね。なんか言葉のあやというか、なんとなく言ってしまう言葉ですよね。はい、落合さんのツイッター見てた、頭悪い人はついてこなくていいって思ってるから、多分まあそうでしょうね。あのまあその大学の先生っていうのもあると思うんですけど、その要は大学を超えたレベルの人にものを教える人で、中学生とか高校生にものを教える人ではないんですよね。で僕はね、世の中ああいう人がいた方がいいと思うんですよ。あの結局その物事が分かってる人同士が話をする上で、さらにその上の方の話ができるっていうのはあるので、で僕は割とその、分かってない人向けに話をするのが他の人よりは割と得意だと思うんですけど、ただその分かってる人同士の会話とかって、なんかする必要ねんじゃねとか思っちゃったりするんですよね。だって別になんか会話で答えてるわけじゃねえんだから、普通になんかさ、実験するなり論文書くなりして学会で発表してよみたいな気がしちゃうんだよね。はい、中央大学が明潟に移転するそうですが、どう思いますか？前からあるでしょ理系は。あれ明潟にか。あれだよ、八王子キャンパスなくなるの？なわけないでしょ。どういうこと？明潟になんかキャンパス増えるってことかな。アメリカのケーキはなんであんな甘いのですか？ケーキだけではなく、アメリカはあのデザート全般全部甘いです。あのあれどこか、テネシー州ナッシュビルかなの、あのレストランに行って、でその家庭的なレストランで、あの出てくるものがあの、まあ、どさっと大皿でて、みんなで取り分けて、まあ、好きな量を取って食べてくださいっていうタイプの、あのレストランに行ったんですよ。で飲み物とかもそのピッチャーにお茶とか入ってて、でこうわーって入れるんだけど、でうちの彼女が
おばちゃんにそのあ飲み物いるって言ってなんか紅茶かなんか入れようとしたら、えそれ紅茶砂糖入ってる入ってないって言ったら、それは飲み物じゃないって言ってて、いやそのおばちゃんにとって飲み物っていうのは砂糖が入ってるのが飲み物なのよ。いやその日本人はあんまやらないんだけど、アメリカ人って食事の時に普通にコーラ飲みながら食うのね。何でもあのほらマクドナルドとかってさ、あの普通にコーラってあるじゃん。であれはその彼らにとって普通なのよ。で夕飯とコーラは普通なのよ。でも日本人ってさ、なんか和食にコーラって食べないじゃん。でその納豆ご飯にコーラとかないじゃん。でもアメリカの人は基本的に食事とコーラは普通なの。その食事と水、食事とお茶が僕らが普通だと思うように、彼らは食事にコーラなのよ、もしくはスプライトだったりするの。なのであの砂糖大事っていう文化なので、はい、なのであのアメリカはデザートのケーキが甘いだけじゃなくて、基本的に甘くできるものは何でも甘いです。はい、あのね、微糖みたいな概念ないよね。何でもガチガチで甘いよね。あとケーキも大体青いよねあのなんかね、不自然な色の方が好きなんだよね。あのそのなんだろうな、その緑とか青とかってその天然の着色料がすごく難しい色なのね。でまああの赤系とかその紫系とか、まあ、茶色系とかって自然なその食事でできる色なんだけどさ、小麦粉焼いたら茶色になるじゃん。であのまああのいちごとかさ、さくらんぼとかあのチェリー系とかも紫とか赤とかになるじゃん。なのでそういう自然の色の食べ物っていうのはなぜかケーキは人気なくて、人気のあるケーキって青とか黄色の、黄色もね、そのねレモンとかの感じじゃないんだよね。なんかねパステルカラーのツヤツヤした黄色とか、これ何なのっていう、そういう色のものすっごい好きなんですよ彼ら。で食うと全部味一緒なの。あのね、どんなケーキでも味一緒なのよ。あのね、その僕ウォルマートっていうスーパー好きでちょこちょこ行くんだけど、であのちょっとバカにした言い方してたけど、でも僕ねアメリカの食べ物好きなのね。であの青い色のケーキとか緑色のケーキとか、そのいろんな色のケーキとかあるんだけど、基本全部味一緒なの。あのね、なんだろうね、あだ味にそんなに思い入れないのかね。多分その甘いかどうかと色が大事で、そうね、味に対するね、なんかこだわりが薄い気がするんだよね。だからそのケーキでもさ、普通にじゃあケーキ作ってくださいって言ったら、じゃあ中にフルーツを入れてみようとかさ、で例えばそのなんかドライフルーツ入れるだけで全体の味とかって変わるじゃん。でじゃあそのドライフルーツがさ、なんかパイナップルなのかさ、じゃあそのイチゴなのかとかさ、なんかそのそれによって味変わるじゃん。で甘さにしてもさ、じゃあちょっとさ、そのなんかレモン汁とかを入れて酸味のある感じのチーズケーキみたいな感じにするとかさ、その表面はまあ青でも緑でもいいんだけど、味自体の変化ってその作り手がやろうと思ったら簡単にできるじゃん。しないんだよね、全部同じ味なんだよね。であのこれアメリカのその暮らしてた人のスーパーでケーキ食った人に聞いてもらえば分かるんだけど、みんな同じ味だからケーキでもね、みんなケーキ好きなんだよね、不思議。まあそのね、あの下の未来のね量が、そう存在することに意味が、多分ね、そのねケーキを食べてる自分が好きなんだと思うんだよね。その本当にケーキが好きなんじゃなくて、はい、いやあのね、それはそれで僕好きですよ、ああいう文化は。はい、でもフランスもそこそこ甘いものは多いけど、やっぱね甘くないお菓子のある国は味がしっかりしてる。あのね、中東も甘い、とりあえず砂糖ガンガン入れる。インドも甘いで、中国も基本甘いかな。ただね、中国はちゃんとした店に行くと甘くないものがある。なのでね、まずその国の食文化のレベルをたどろうと、その食文化のレベルを調べようとするんだったら、甘くないデザートがあるかどうか。あのね、そのまあ北朝鮮に行った時に、その砂糖が欲しいって言った人がいるって話を前もしたことあると思うんですけど、あのそんなにその豊かではない国って砂糖って貴重品なんですよ。なのでその貴重品の砂糖をいっぱい入れるっていうことが、その甘くて美味しいっていうのにつながるのよ。なのであの刑務所行った人って、あの甘いお菓子めちゃめちゃ好きになるのよ。
っていうのを、花輪さんっていう漫画家の人が書いた刑務所の中だっけっていう漫画があるんですけど、あれでそのコーラとね、アルフォートが出てくるんだけど、それがめちゃくちゃ美味しいと、なんか月に1回映画会の時にそれがすごい美味しいっていうのを書いてて、で堀江さんも同じこと書いてて、お菓子超うめえみたいな。なのでそのやっぱり砂糖が少ない状況になると、砂糖それ自体がもう快感になっちゃうのよ。で僕の知り合いのひぎわじさんっていう人がいるんですけど、あのブサイクでデブで性格の悪い死んだ魚のみたいにしてるおっさんがいるんですけど、であの人もやっぱね甘いもの好きなんですよ。で甘いもの食うとなんか脳内物質出るらしくて、あアルフォート値上げになるんだ、これ何の話したんだっけまあとあれなので、そのある程度その砂糖が潤沢に手に入らない文化圏の人たちって、その食べ物に砂糖が入ってるかどうかっていうだけで美味しいかどうか判断しちゃうのよ。で、ある程度砂糖が、まあ、潤沢に出会えるようになると、甘くないお菓子っていうところで勝負し始めるのよ。なので、フランスは割と甘くないお菓子がちょこちょこあるので、僕は好きですよ。はい。チョコレートはめちゃくちゃ甘いけどね。あ、でもね、結構カカオ 80% とか 70% とかも普通にいっぱい売ってるので、甘くないチョコレートもいっぱいあるんですよね。あと辛いチョコレートとか、はい、砂糖は麻薬、まあ、ある種のね、そうドーパミンじゃなくて、なんかなんだっけ、なんか出るよね、脳内物質が。ひげ親父がどうしたの、うん、腐ってるから、うん、すいません、はい、あんまねひげさんの悪口言うと良くないっていうのを、はい、そう酒癖悪い、すいません、はい。